はい、皆さんこんばんは。今回はアップデート恒例なんですけれども、またバグがいろいろ発生してますんで、そんなに長くはかからないと思いますが、知っておきたいバグの情報について共有いたします。まずはロビーでのバグから。ドクターなんですけど、こういうクリプト TV みたいなセットスキン着てるときはこうやって普通にいつも通り動いてくれるんですけど、これ以外のスキンを着てるときにですね、ドクターが急に棒立ちになります。あとマイケルもね、地味にちょっと立ち姿違うんですよね。いつも体の正面の方向いてるんですけど、ちょっと斜め向いてるっていう変なバグが起きてます。続いてチャッキーのバグなんですけども、チャッキーをプレイしている時にレッドグリフとかそういうグリフ系のを試合中に取ろうとすると、取った後一人称視点になってしまうというバグが発生しています。僕はアーカイブを全てやってしまっているので手元に映像はないんですが、できればグリフ系のアーカイブはチャッキーでやらない方がいいよっていうのと、もしこのバグに遭遇してしまったという場合は窓乗り越えをするか、イタスタンを食らうか、メメントをすることによって解除されるようですので、ぜひ試してみてください。続いてナースなんですけど、ちょっと視野角が前と違うの分かりますか？これ言われてやっと気づいたんですけど、僕なんか左手のサイズがいつもより大きいような気がするんですよね。でブリンクもちょっとおかしくなってて、ブリンクした後ですね、ふってこうフラフラフラフっていうカメラワークになるんで、これ酔う人は酔うんじゃないかなっていう動きになってます。ちなみに1振りして攻撃した時、1振りして攻撃しなかった時で、2振りして攻撃しなかった時のこの3条件で発生するみたいで、2振りして攻撃当たった時は、このバグ発生しないみたいです。続いて三角様なんですけど、三角様はちょっと実際に自分でやってみないとわからないかなっていう部分があって、映像だとわかりづらいと思うんですけど、この三角様の×刺した状態でカメラを左右に振ると、なんかこう上下にガクガク動くんですよね。これ僕左右に動かしてるだけなんですけど、こんな感じで上下に動くんでちょっと気持ち悪いですね。トリックスターなんですけど、通常のナイフ投げの速度がこんな感じに対して、メインイベントこれ PTB の時より明らかに遅くなってるの分かりますかね。これに関してフォーラムで問い合わせがありまして、メインイベントは調整するって言ってなかったのになんでこんなに遅くなってんのという問い合わせに対して、現在報告を受けていて検討中ですというふうな返答がありましたので、これは不具合というふうに判断していいのかなと思います。ベルモ TBD 解説。